愛媛県美術館南館で県内の女住書家たちによる展覧会が開かれております。この展覧会は愛媛女住書家連盟の会員たちが日頃の創作活動の成果を披露する場として連盟発足以来毎年欠かさず行われていました。コロナ禍により令和2年の展覧会は中止となりましたが、今年は平常通りの開催となりました。展覧会では毎年テーマが決められており、今回のテーマは年輪を重ねた笑顔を伊予に咲く。会場には126点の作品が展示されております。今年10月に愛媛で開催されます年輪ピックのテーマ年輪を重ねた笑顔を伊予に咲くを私どもの作品のテーマといたしました。この年輪ピックが大正解になることを念じて作品を作りました。どうぞ皆さん会場へお運びいただいてご覧賜りたいと思います。よろしくお願いいたします。第46回愛媛女住書家連盟展は7月23日日曜日まで開かれております。会員たちが思いを込めた書の数々をご覧になってはいかがでしょうか。